チャンピオン行ってきたの、はい、チャンピオンの方がいい、はい、やめようかじゃあ。かあ、前かけちゃダメなんだ。こっち来れんの、結構サロンが緩いっていう話が。ああ、いいよ、このまんま行けそうだね。そうだ、これ前の話だけど、逆回転から出なきゃダメだぞ。柏木先輩言ってたやつ。いやー、初めのタッチがガツンと強すぎる、はい、その分ちょっと前後差が大きいんかな。こう谷回りで回転の外に出てくる時間もう少し取ってから中だね。消えた。前半、ああ、そっか、なんか懐かしいね。外軸側にで切り替えなきゃダメだ。休んで温まってきたかね。ガチコンやつだもんね。ガチコンまだ巻いてる。お腹の位置に除雪して、うん、塊がめっちゃあったんですよ、うんうん、車の近くに。そいつをまず取ってから、うん、なんでこみ合っちゃう。曲げていくな。伸ばす曲げ、伸ばす曲げ、伸ばす曲げ、伸ばす曲げ。ね、こうやって横に動く動きじゃなくて、こうザッ、回転力高める。伸ばせ、伸ばせ、伸ばせ。伸ばせ、伸ばせ。あんまり腰下がりすぎるな。リリースしていくときに視点があったらテル出ちゃうんだ、はい、もう少し回し込んでこい、しっかり。そう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 、今のでいいんだよ。今のでいいんだけど、逆ひねらんちゃったんだけど。前半の動きちょっとよく見とく必要ある。ベイ、チャンピオン行ってきたの、はい、チャンピオンの方がいい、はい、やめようかじゃあ。かあ、前かけちゃダメなんだ。